はいはい、証拠にもなくよろずやレディオの世界へようこそ。今回も証拠にもなく現れましたよろずやおじいでございます。はい、今回なんですけど、今回のテーマは残念ながらあのメールもお便りも来ておりません。でそこで最近よろずやが、ああそうだね、これちょっとどっかでみんなに紹介したいなっていうことがちょっとこのとこ思いついたもんですから、そちらをちょっと今回紹介していこうかなと思ってます。じゃあそれ何、要は草刈り、まあ毎年皆さんやるんですけども、その中でじゃあ皆さんもやっぱりあの個人的に俺これとこれとこれは絶対やらないよ、ここは気をつけてるよ、まあ、必ず皆さん何点かあると思うんですね。でよろずやもそういうのありまして、まあ、今回、まあ、たまたま思いついた、まあ、5000ですか、こちらを、まあ、たくさんある中の5000なんですけど、まあ、その5000を今回ちょっと紹介していこうかなと思ってます。はい、なのでよろしくお願いします。はい、でまあ絶対やらないことで言えば、最初1個目ですね、草刈り機使えば絶対に燃料、皆さん必ず自分で配合する、買ってくれば、まあ、いずれにしても燃料を配合してこう入れるじゃないですか。で入れる時に一回よろずやの草刈り機ではないんですけど、こう自走式のあのウィングモアとかスパイダーモアとかって、あの自走する機械ありますよね。あれうちのレジェンドのお父さんがそれ持ってまして、でよろずやの父なんで、ね、年配なんでやっぱりめんどくさいわけですよ、何するにも。で通常よろずやが使ってる草刈り機って燃料配合率って25:1で、そのスパイダーモアってのは50:1で、50:1でも結局25:1の燃料を入れて動くわけですよ。でそれをあのうちのレジェンドの父はあの25:1の燃料をずっと、もう何年だろう、もう3-4年、うん、んなことやってたのかな。やってたらば結果的に50:1の機械に25:1の燃料を入れるから、結局オイルの量が多いわけですよね。でそれで動くからで使ってたら、だんだんあのそのなんだろう、エンジンにこう燃料を供給する部分で、あのキャブレターって言われてますね、あそこがだんだんこう目詰まりを起こしてきて、だんだん調子悪くなってきて、で結果的にそのキャブレターと言われる部分を、まあ、交換する羽目になってしまったと。まあ値段はいくらしたか分かんないですけど、結構なんかしたような話はしてましたね。で結果的にエンジンが調子悪くなって、一回エンジンをこうオーバーホールするみたいな形になってしまったそうです。そういうことがあるので、まあ結果的にその燃料配合の配分の違う燃料をその機械に入れないっていうことは絶対よろずやを守ってます。だから例えばよろずやの25:1のその草刈り機に50:1の燃料を入れてしまえば、結果的にオイルの量が少ないわけですから、まあ最初はいいでしょうけど、だんだんにはまあエンジンが焼きついちゃうんじゃないのっていう、まあ懸念もあるんで、まあそこに対してよろずや気を使って絶対その違うものは入れねえぞっていうことでまずやってます。はい、これ一つ目です。で二つ目ですね。で二つ目がこれよろずや過去に2回ぐらいちょっと経験あるんですけど、今はこう撮影とかで使ってるこの建屋が今あるんですけど、もうつい数十年前はこの建屋がなかったものですから、納屋なんかあるわけですね、どこでも。こう農家さんは納屋があると、納屋のこう軒先にこう置くとこないから、こう直置きしとくわけですよ。でそれで要は夏もそう、冬の使ってないシーズンも、まあ、そのまま置いてあるっていう状況で今までやってきたんですね。でそれで大体夏でも冬でも当然表にあるわけですから、お日様ガンガン当たるじゃないですか。でお日様ガンガン当たることによって、結果的にその当時の草刈り機ですから、今のみたいにまあそのカバーとかそういうのもまあいい材質できてないので、結局そのカバーが劣化してザラザラになっちゃったり、でカバーがこう亀裂が入ってしまったり、でタンクがこう燃料漏れを起こしてみたり、で挙句の果てにその燃料タンクからのパイプですね、パイプがやっぱりこうベタベタになってこう燃料漏れるようになっちゃったり、まあ、あとはグリップですね、グリップがベロベロになっちゃったり、まあ、そういう事例をもう一度二度ちょっと経験してるので、私の草刈り機だけじゃなくて、うちのそのさっき言ったレジェンドの70年レジェンドのうちの父は草刈りやってるんですけど、その70年やってるその父の草刈り機も当然そんな状況になって、よく当時部品も読みたいに売ってないわけですよ。でそれを結局中古どっからか見つけてきて、2:1、3:1のパーツつけてそれで使ってたっていうことがあるんで、で今はその建屋があるんでその中閉まってますから何でもないですけど、そういうのがあるんで、結局それはもう今は絶対やらないようにしてます。あ、そこで追加情報で、追加情報として今よろずや以前保管方法で紹介してるんですけど、要は夏の間草刈り機使って燃料入れっぱなしで保管しておくわけですよ。で春先にそれをまあ普通にこうエンジンかけて使えるわけですね。表に置いとくと結果的に燃料がダメになって、で春先使おうと思うと、まあ結果的にそのさっき言ったキャブレターですね、キャブレターが目詰まり起こしたり、あ
とは燃料がもうなんか腐っちゃうっていうか、まあ、実際よくレギュラーガソリン腐るって話聞きますけども、まあ、腐っちゃうっていうのがもう原料がもうなんだろう劣化してしまって、あ燃料がねで使えなくなってしまうってこともやっぱりその当時はまあ毎年のように起きてました。はい、まあ、これ追加情報です。なので表に保管することは絶対してないっていうのが2つ目ですね。で3つ目ですね。で3つ目、これよろずやも1回危ないことあったんですけど、一緒に草刈ってる方が要はその土手とかのり面刈るのに自分の体がそこに行かないからって、そのなんだここにあるこうショルダーありますよね、あれをハンガーから外して機械だけ持ってぐん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 こうそれでこう刈るわけですよ。でそれやった時に、まあ、足なんか滑らして、で当然機械持ってれば一回手離しますよね。で手離しちゃったらその機械が結局起こってきて、まあそれで長靴切った肩とか、まあ、ズボン切っちゃったとか、あとは機械で自分は切られなかったけど自分が転がってこの辺から血出してるとか、まあそんな話なんですね。でそういう場面よく見てたので、まあそれはやらない。でよろずやもどうしても刈れなくて、あとほんと30センチ50センチぐらいとか刈りたくてやっぱショルダー外して刈ったことがあって、でその時やはり足は悪くて足滑らしてちょっと危ない目にあったっていうこともあるので、結局ショルダーを外しての作業っていうのはまあ絶対しないって決めてます。で皆さんもしそういう人がいたらばショルダーを外すのは危険なので、まあ基本それはしないっていうことですね。はい、で続いてあれ何個目だったかな、4つ目ですかダメですね、言ってるそばから何回喋ったか分かんなくなっちゃうんですよね。いくらか最近ボケてきてるんですかね。はい、まあまあそこはいいでしょう。であとですね、これだいたい毎年の見ます、皆さん草を刈るときに例えばタバコ吸う方であればタバコで、あとまあスマホ携帯ですね、こういうものですよね、を皆さんこう草刈りの時なんか持ってくと思うんですよ。でよろずや個人的に草刈り自体にはまあ携帯とか持ってきますけども、ただ基本車に置いてあります。だから作業中は、まあ実際作業中電話かかってたって出れないわけで、なので作業中はトラックの中に入れっぱなしです。でなんでそんなことっていう話ですよね。要は毎年見るのがそのスマホを持ってきて皆さんポケット、ズボンのポケットとか胸のポケットあたりにこう入れてるんですよ、でまあタバコもしかりですけど入れてるんですよ。でだいたい毎年1人2人いるのがまずスマホですね、画面割れちゃった、田んぼの水の中に落としちゃった、必ずいるんですよ、でよろずやも以前はやっぱスマホ持ち歩ってて、ズボンのこの横のポケット入れといたんですね。でその年ちょっとまあめちゃめちゃ暑くて、なんて言うんだろう、その田んぼにいると風もなかったので、多分田んぼの草刈りやった方わかると思うんですけど、要はなんだろうな、自然界のこうサウナみたいな、そんな状況なんてかだったんですね。でその時にまあ草を刈っててやってたらば、結果的に汗でスマホぐちょぐちょになっちゃって、でそれ出て最初の頃のスマホだったんで、今のスマホみたいに優秀じゃなくて、その防水機能があってないようなものなんですね。でそれで要は汗でスマホが水没してしまったみたいな、まあそんな状況になっちゃいまして、でそういうこともあったので、まあそれからよろずや的には絶対スマホは持っていかねえぞと。で周りの人たちも結構スマホの画面をよく割る方いるんですよ。まあ草刈り機ちょっとこうぶつけちゃったとかね、あとは人と当たった弾みにとか、なんかまあそこはいろいろなんでしょうけど、まあそういうこともあるんで、まあ絶対スマホは持っていかないぞということで、スマホは持っていかないようにしてます。でタバコですね、タバコも皆さんの胸のポケットとかこう入れとくんですけども、だいたいその汗でソフトパックハードパックなんてのはどうでもいい話で、結局あれ紙の箱がねフィルムにこう包まってるだけなんで、であれ防水じゃないので入れとくと結局汗でぐちょぐちょになって、タバコ吸おうと思ったらあれ吸えないよね、濡れてなくても吸おうと思ったらルパン三世の次元大介のタバコみたいになっちゃって、あーこれダメだよねみたいなことをよく言ってます。だからそんなものも結局作業中は必要ないものなので、まあよろずやは持ってかないし、まあ基本そういう余計なものは持たないスタンスでやっぱ仕事するのがベターだと思うので、まあ絶対持ってかないというのはありなのかな。でそこでですね、どうしてもそのスマホ依存症じゃないですけど、スマホがどうしてもないとダメなんだよなみたいな人が絶対いると思うんですよ。まあよろずやもそのいつも草がってる時何も用がないわけではないので、まあ用がある時なんかスマホ確か持ってる時ありますけども、その時は体に同じつけといても、これですこういうものです、パカッパカッパカッポーチですね、スマホポーチですね、これ持ってます。でこれを結局草刈り機のこのショルダーのここに差しとくか、あとはズボンの腰のベルトですね、あそこの後ろの方にこう差しときます。でこれなぜかこうワンタッチでこう動くんですね、こうだからこうこの位置をこう変えられるんですね、こういうものに入れてそういう時は持ってます、邪魔にならないところにつけてます。は
い、でここマグネットなので、うん、これが開いて落ちるってのはよほどのことなので、これをだどうしてもスマホを持ち歩きたい方は、まあ、このようなこれレザーでできてるんですけど、まあ、レザーとは言いませんけど、このようなポーチをあの腰とか腕とか、まあ、このショルダーのとことかそういうとこにくっつけて持ち歩くこと、これは個人的には持ち歩かないと言ってても、まあ、結果的にはこれはちょっと推奨してもいいかなっていうものです。はい、どうですかこれ、おすすめです。で最後5戦目ですね。5戦目これね、よろずや何年前かな、まだ熱中症なんて言葉が出る前の頃かな、前の頃、要は皆さんこう昔の人がいいのはこう初期受けたんだろうとか言ってこう熱中症みたいになる症状ですよね。であの頃ってやっぱよろずやまの A カッコ C だったんで、要は昔の言葉で言うとカッコマンブギーみたいな、そのカッコマンだったわけですよ。なので要は頭にはこうかっこいいこう B キャップっていうんですか、いわゆるベースボールキャップっての後ろが何つったかな、後ろにこう普通こう帽子の後ろがこうスナップバックです、こうバリッて剥がれるこうやつになってるやつじゃなくて、前向いても後ろ向いても全部こう穴が開いてないタイプの、その B キャップベースボールキャップってやつですね。そういうのをかぶって、でまあ調子に乗ったこうサングラスして、で草刈りとかやってたわけですよ。はい、やってたんですけども、やはりその首ですね、首のまあ多分皆さんボンノクボっていうのかなっていうと分かると思いますけど、その首の後ろですね、ここにやっぱりガン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 こう日光をこう受けるわけですよ。まあ照射されるじゃない、受けるわけですね。そうするとまあ大体ね、そういうこうお日様が照ってやられるのって大体首思いっきりこう痛めつけられて、それで大体熱中症みたいな症状になるのがパターンだったんですね、当時は。まあ今も多分そうだと思うんですけど、まあ今暑さも違いますからね。なので基本その頃はこう襟こう出しっぱなしで、やこれがやっぱり男なんだ、これがかっこいいんだなってやってましたから、それが原因で結構まあ倒れてそのまま救急車とまではいきませんけど、まあ結果的にその軽トラの日陰でこう寝せられてるみたいな、半分気失ってるみたいなことがあったので、今基本草を刈ってる時は、まあ、草刈り以外でもそうですけど、要は夏の間は首は絶対露出しない、出さないっていう風にしてます。もう過去に痛い思いしてるので、まあそこは絶対やらないぞと、まあこれからもやらねえぞというのが実際のところです。はい、以上よろずやがここ最近ちょっと思いついたたくさんある中のうちのとりあえず5000の紹介でした。まあこれからも何でしょう、思いつけば、まあ今回たまたま5000でしたけど、まあ2000でも4000でも6000でも、まあ思いつくたびに皆さんに少しでもこう紹介していけたらと思ってますので、よろしくお願いします。はい、でよろずやレディオの方もこれからますますそのいろんなお悩み事とか、まあ皆さんあるでしょうから、そういうことをこれからガンガン取り上げて、でよろずやも最近多少なりともそのこの形式に慣れてきましたんで、まあこれからはちょっとここに一発ギャグなんかちょっと交えながら、ちょっと面白おかしくっていうパターンもちょっとやっていきたいかなと思ってますので、まあそこはよろしくお願いしたいかなと。はい、ではよろずやラジオ今日はこの辺でお別れです。さよなら。たらっ、シャーッ、いやー久々の登場ですね。はい、久々です。これザコバおじいです。久々の登場です。まあどうでもいいですね。はい、それでは、はい、さよなら。